先週からいよいよ始まった J リーグ。その開幕戦で思わぬ大敗を喫したのがサガン鳥栖。クラブが資金的に難しい状況にあることから、若手選手の成長と個人に依存しない組織的なチームを作り上げ、さっきは残留争いと無縁の1年を過ごしたサガン鳥栖。チーム得点数上位2人、ディフェンダージエゴ、ミッドフィルダー小泉圭といった軸となる選手が抜けた今季、開幕戦でホームでベルマーレを迎えた一戦、1対5で大敗し、開幕戦で黒星を喫しました。さっきからの課題であった試合序盤での失点が響き、冷たい雨が5失点という結果に追い打ちをかける格好となりました。予想外のスタートとなりましたが、今季は始まったばかり。藤田は、よりいい雰囲気で練習したいし、引きずるつもりもない、というように、ここからの巻き返しに期待しましょう。